10月7日、今日何の日ですか？ミステリー記念日。あ、ついにですね。はい。僕たちはやっぱ詩が一番好きと言っていたんですが、実は本当に一番好きなミステリー、推理小説ですね、はいはい、最近一番好きだったのあれかな、伊藤家の食卓。あれすごいミステリーだった。そこがミステリー、伊藤家の食卓。それを選ぶっていうのがおすすめのミステリー。おすすめのミステリー結構いろいろあるね。ジャズと豆の木、捉え方のね、捉えも捉え方から来た未来の、まあ、全部推理小説ね、いろいろありますね。探偵学園9とか俺好きだった。漫画ですね。ああ、ミステリーじゃないんだ。ミステリーだけど。近代少年はミステリーね、一応。まあミステリーじゃないですか。あ、そうなんだ。どうミステリーの定義はまずよく分かってないの。推理があったミステリー、まあ、なんか殺人事件起きて、それをなんか解決するみたいな感じだ。いっぱい人殺さなきゃっていうね。誰か死なないといけないかもしれない。まあ誰かいなくなるとかね。拉致られるとか。ああ、でも誰がいなくなる、うん、映像でやると嘘っぽいからね。それが嫌だな。なんか本当に映像で、例えば本当にさ、本当に別に 俺ら全く関係ない人が連れ去られるとかされても、俺らパニックになってるけど、多分信じてもらえないじゃん。やらせだろって言っちゃう。やらせだろ。まあでも、映像作品としてはあるわけ。ホームズとかそういうの。ああ、ホームズ探偵ね。ホームズ探偵ね。シャーロック・ホームズね。ああ、ホーム、ホーシャロ。ホーシャロ。何をおっしゃっているのか、全く理解できない。シャーロック・ホーシャロ。どういうの？シャーマン。マートヒ、ヒデブン、しりとり VTR スタート。はぁ、ミステリー研究しているものなんですけど、今回顔はお見せできません。なんなら私の顔が出てしまった時、世界は滅亡するからです。はい、ちょっとこへ八分です。さあ皆さんね、分かって、私はね、実はミステリーが非常に好きで、事件の匂いがするところに行くんですね。向こう行って見ていただきたい。異様な盛り上がりを見せておりますね。まあミステリー好きだったら誰しも分かることです。この異様な盛り上がり、完全に人が一人消えます。まあ皆さんまだ分かんないと思うんですけど、まあ2日間研究した私では分かる。あと10秒後に消えますよ。行きましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1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 、